こんにちは。日本総合園芸生け方講師の福本でございます。今回はモダンなカンガルーポーでシーコースの森花を生けてみました。ではチャンネル登録もどうかよろしくお願いします。今回はカンガルーポーを主にシーコースを生けてみます。シーコースは毎週見山池のコースです。カンガルーポーのカンガルーポーという名前はカンガルーのね、前足、このかわいい、ここね、ちょっと、このカンガルーはこうなってる、お手手というか、前足のところから名前の由来だそうです。棒立ちにならないように、いくらか左傾斜で姿をよく立ち上げます。斜め下にぐっとね、前を取って刺します。刺してからね、ぎゅっとこう、ぐっとこう、傾斜刺してね。とこんな感じでね。で次にモンステラを入れます。モンステラは刃先を左に向けてこんな感じにね、これを入れるとね、安定した引き締まった長めになります。かっこよくね、左に上がった感じで。で次にアイリスを入れます。気温が下がってくるとね、アイリスの入荷する季節ですね。一本は右手に少し長い目にシュッとこう入れて、もう一本は中心に入れますが、これは撮影用に開花させたものを用いていますが、お届けの状態はつぼみでお届けされている場合が多いです。で、こんな風に中心にね、グッと開いた時にここにパキッとインパクトがあるようにスッとこうはっきりと入れてみます。で次に小菊です。小菊はたくさんね、こんな風にお花がついている場合が多いのですが、あ、そうですね、こういうね、あの黄緑の小さいつぼみはもう咲きませんのでね、もうこれまでつけておくと、他の将来性にあるね、あの、開く可能性のあるものまで開かなくなりますんでね、ある程度整理して。で、持ちるといいですね。ここのカンガルーポーとアイリスの間に、キュッとこう色目をね、効かせて。ここは低く。あ、綺麗ですね。今回のね、用いているこの牡蠣というのは、お正月カタログの一番で用いている牡蠣なんですが、このグレーの色目がね、モダンでね、現代的なインテリアにもマッチする和洋折衷の感じの牡蠣でね、私も好きですね、こういうの。和風でも洋風でも、素敵にマッチしますので、またご用命くださいませ。これは右手に今入れた小菊より少し長めにして、こっち右手にこんな風に入れて、そして手前の小菊は下げ気味にして、かっこいい。モダンな姿の森花の出来上がりです。